初めましての方は初めまして、また見てくださっている方はありがとうございます。インターン生の村上と申します。今回は5回目となりまして、今回はおそらく最後になると思うので、今回の動画は2020年に発売が決定しているタイトルについて考察していこうかなと思います。最初に、フェイト、FGO ですね、の解説についてなんですけども、このデッキは、トライアルデッキのカードが数枚公開されていて、でこの中で思ったのが、トライアルデッキにレベル3対応が追加されたことと、あとはレベル2に、オーバーロードの、コキュートスか、コキュートスと同じ効果を持ったやつがいるので、あ、いる、持ったカードがいるという2点ですね。で初めの効果はまあそんな大きくはないと思うんですけど、後の方のカードのカードがあるので、やっぱオーバーロードみたいに電源で盤面取っていくデッキになるのかなと思いました。 FGO は あと FGO は、アポクリファがやっぱ別タイトルになってて、であと特徴も違うのでフェイトとは別枠になるかなと思います。次なんですけども、新桜大戦とロストディケイドとアサルトリリー5等分の花嫁に関しては、現状プール何もないし情報も何も出ていないようで、考察はこちらは控えさせていただこうと思いただきます。あとそれに、伴いというか似たような感じで、デートアライブに関しても今プールが若干しかないんで、そんな考察できるほどもないので、こちらも割愛させていただきます。ただ一つ言えるのが、ロストディケイドに関しては素人のタイトルなんで、今までの傾向からいけば強くなるのではないかなと思います。続きまして次は、サマーポケッツの続編ですね。サマーポケの続編の、ものですね。フリクションブルーですね。このものは、おそらく、追加となるで一緒に組めるようになると思います。で今までのヒロインのルートの原作再現の効果とか多かったんで、既存の3ヒロインのルートの追加と、あと1ヒロイン、新規の1ヒロインの追加があるとのことなんで、そちらもメインの原作再現が来るのではないかなと思いますね。でもともとこのタイトルは、追加なくてもそれなりに戦えていってもそれなりに強かったんで、こちらも結構化けるのではないかなと思いました。このゲームはやっぱ自分のお気に入りなんで、追加来るのはやっぱ嬉しいですね。その次は、キーの20周年の、タイトルですね。こちらは確かどっかで見た情報によれば、それぞれの、タイトルで見る、タイトルトップの画像で見る限りでは、とりあえず5タイトルは収録確定してるのかなと思います。でそれぞれのタイトルが使えるとの情報がどっかあったはずなんで、そうだと思います。でその5タイトルのうち、強くなりそうなのはやっぱり今ちょっと前は強かったリライトとか、リトバスがやっぱ強くなるのかなと思いました。その中では特にリライトの方が強くなるかなと思いました。でリトバスに関しましては特徴がちょっとバラバラすぎてちょっと回したことはないんですけど、こちらちょっと難しいんではないかなと思います。逆にリライトの場合は今主流なのがシズルチアとに小鳥を混ぜた方が主流なんで、割と今のプラスしていく形で組みやすいのかなと思います。ただ他のデッキに関してましても開発されていけば結局強い方が見つかるかもしれないんで、もしかしたら他のも強くなるかもしれません。次は、リゼロの2個目の映画の方ですね。こちらは多分前作メモリスノと同じように同じ枠には入ると思うんですけど、多分特徴が別なのかなと思います。特徴別だったらあんまり噛み合い良くないんで、アニバーサリーでもないんでそこまで強いカードはないはずなんで、そこまで強くはならないかなと思います。個人的にはリライトを組んでる身からすれば、特徴は正直統一してほしいかなと思います。組みやすいですし、
で、まあ一つだけ言うとしたら、前段のカードが魔法と武器は持ってたんで、逆に球団の方に入れるってことは可能なんで、まあ、そちらでうまくできればいいのかなと思います。で、最後の紹介するタイトルがマギーレコですね。マギーレコのアニメのやつです。で、マギーレコは、自分組んでるんですけど、今の環境で、まあ、大会でも確かそれなりに出てたはずなんで、強いタイトルが追加来るんで、まあ、強くなるのではないかなと思います。マギーレコ正直欲しいカードが、ゼロ体のアタッカーと、1の安定するカードと、あとレベル3の爪ぐらいなんで、正直そんな欲しいのかないので、まあ、あと欲しいとするメタカードとかですかね、後継とか、あとは、盾とかですかね、まあ、武器札があれば、まあ、強くなるのかなと思います。まあ、そこら辺が収録してくれたらありがたいかなと思います。じゃあ今回の動画はここら辺で終わろうと思います。この動画が気に入っていただければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。